ホリエモンチャンネル。あれの新先生はいつも一緒にいる。あれはどうなってんの。なんで竹野内スタジオに送っちゃってるの。あいつが札束の持ってる。今はどんな活動されてるの。あ、すごい、ありがとうございます。でキャバクラやってて、うん、そこからアパレルの会社を、うん、アパレルはどんなアパレル、はい、アパレル買いまして、あ、そう、とアパレルの会社立ち上げて、うん、まあ、そこから美容だったり、うん、美容は何やってるの。美容はスキンケア販売してるのと、うん、プロデュースなんですけど、うん、美容クリニック、うん、自分で化粧品作ってね。僕もやったんですよ。はい、そうなんですか。一緒ですね。はい。僕はどっちかっていうと美容っていうよりはアンチエイジング。まあ、年齢的に新橋にアンチエイジングのクリニック。あ、クリニック、そうなんですか。そう、東京予防クリニックエクソソームみたいな。エクソソーム。やっぱいいですよね。やってる？やってますよ。2週間に1回2倍あるよ。俺もそうだ。うん、やっぱいいんですか。いや、前はね、まだいいよ。え、でも同い年です。なんか同い年だけど、何歳？僕も30歳。じゃ多分その、はい、俺の友達の子も30歳、僕も50歳なんですけど、いや、その見えない、株一緒のキャンパクラだった子は多分同じ時期活躍してました。そう、分かってそうです。そうですね、うん、お店行ったことないから、名前知ら、あの、お店の名前知らないんだけど、現地さんも知らないんだけど、ね、絶対知ってると思う。そう、ちょうど10年前。めっちゃ多分被ってる。気になるね。誰だろう、気になるね。ね、堀江さんが、うんうん、そう、俺なんか六本木とか全然平気なんだけど、はい、田舎の人って、みんな歌舞伎町は行くけど、六本木怖いみたいな。言うじゃん。俺なんか逆になんか六本木は全然安全だけど、歌舞伎町怖いと思うんだよね。多いと思います。やっぱ歌舞伎町は行きたくないとか。六本木のキャブからとかで行く人行くんですか。昔先輩経営者とかに連れてかれて、うんうん、今 SNS 時代じゃん、うん、なんかこう分かんないけど、うん、LINE とか、はい、そういうので全然知り合えるじゃん。ネットワークがわーって広がって、別になんかキャバクラ行かなくてもいいやんってなっちゃうじゃん。逆にこうなんか普通に PNS とその、まあ、クラブとかそういうのでとか。クラブで知り合うんですか。クラブで知り合ったりするよ。そうなんですか。ちょっとどこのクラブ行くんですか。地方とか行ったときにさ、友達とかいなかったりするじゃん。で、いることもあって面白いよ。意外だね、意外だね。めっちゃ面白い。クリエさんクラブにいたらびっくりしますよね。びっくりしますよね。びっくりする。いや、はい、びっくりしますよ、めちゃくちゃ。あと、俺さ、ほら、企業コンサル。はい。だからなんか、そういうので、相席屋の元になったみたいなやってるやつ。オリエンタルラブ。ああ、知ってます。そこの社長とこの間会いました。あった。会いました、会いました。あいつ目合わせられないでしょ。いや、どうなってくるの。なんか、あいつね、はい、こうやって、なんかね、目合わせられない。あいつだ、あれ、あれだよ。すっぴんバーのオーナー。あ、ですよね。言ってました、言ってました。そう。はいはい、行ったでしょ。行きましたよ。この、はい、その、この、はしご酒。企画で。企画で。スピンバーに、俺なんか別に企画以外でスピンバーに行くインセンティブがないから。間違いない。行ったら、ああ、これかと思って、だから女の子の目が見れない。恥ずかしくて。可愛い子とか、だからまあ、相沢さんとかとここ行ったとするじゃん。うん、本当にこうやってニヤニヤしながらもなってると思うけど、その人がちょっとなんか素朴な女の子と飲める店を作りたいって言って、俺はもうそのニーズが全く分かんねえんだけど、安心できるんだって。なんか可愛い派手派手な可愛い子とは私は喋れないけど、やほったかったら安心できる。いや、怖くないんでしょうね、多分ね、すっぴんだと。そうそうそう。そうですよ、多分。だけど、まあまあ流行ってる。流行ってますよね。東京にもあります。だから、やっぱ、オリエンタルラウンジもか、あの、新宿の店すごいもん。でかいもんね。超でかい。で、俺、やっぱり一応コンサルやってたから、見に行こうと思って。でも、歌舞伎町とか行ってもしょうがないから、なんか、札幌とかに行った時行ってみたの。オリエンタルラウンジですか。オリエンタルラウンジ行ってみたら、面白かった。あ、そうっすか。可愛いですね、北海道のところで。上さんもそういうとこ行くんですね。いや、やっぱたまに行かないとさ、わかんないじゃん。大事なのは、行くことだから。今度、あの、エクソソームオールインワンジェルやるんですよ。おー、ぜひ、あの、じゃあクリーニング。美容の整形の方がメイン。
ですね。うん、ああ、そっか。でもね、整形が原料になる。エクソソームは、あの、美容クリニックで吸引された脂肪が原料だから。そう、でも、幹細胞。幹細胞は脂肪の中にある、ね。うん。で、若い女の子の脂肪をバンバン吸引してんじゃん。それの中のいい幹細胞を培養して、そこから出るエクソソームを、俺は点滴してる。そういう原理なんですね。そういう原理なんですね。そうやって集めてるんですね。そうやって集めてる。もともとは美容クリニックが原料なんです。知らなかった。そうやって集めてるんです。仕入れてる。そうやって仕入れてる。仕入れてるんです、ね。若い子は脂肪を仕入れてる。すごいでしょ。すごい仕組みですね。これさ、もともとさ、俺の友達の先生が始めたんだよ。はい、はい。セルソースって始めたんだよ。はい、上場してる会社ですよね。そう。はいはい、してます。俺もう上場する前から、会社作る時から相談されてて、俺こんなの作ろうと思ったんだよ。でその元ネタがさ、なんだっけ、俺映画でさ、美容整形で脂肪吸引した脂肪からさ、石鹸作る映画あんじゃん。なんだっけ、脂肪が原料なのね。石肪ファイトクラブ。ファイトクラブですね。ファイトクラブ見たこと、見たことないっす僕。え、見てよ。大事な話だからね。ファイトクラブを見て、その俺ライブドアっていう会社やってた昔、はい、その時に美容クリニックを買収しようとしてた。結構でも前ですね。でも最初はなんで美容クリニックを買収しようとしたかっていうと、上野クリニックっていうところを買収しようという案件があった。後継の。ああ、こんなやつですよね。あの雑誌でこんなやつで。で、そこでなんか医療法人にいろいろ興味が出てきて、で、美容クリニックで売ってくれそうなところっつったら、その、知り合いの先生に会って、売ってくれそうになってたんだけど、まあ別のところに行ったんだけど、美容クリニックを売れることを知って先生は。売った後またクリニック作った。今度は、そのなんか、そのなんかホワイトクラブを見て、脂肪がなんか使えんじゃねえかな。だって原価ただっすよね。だって吸引したような脂肪吸引したことある。あの、注入するのに吸引しました。あ、おっぱい。あ、こっちです。あ、こっちです。はい。でもその時にそのみんな同意書取られてる。はい、あの自分が取った脂肪を使ってもいい。だってみんな大体見てないじゃないですか、そんなとこまで。確かに、しかもいらないものだから、ね、出したいものじゃないですか。そう。だから、ファイトクラブでは石鹸作ってたんだけど、今エクソソーム作ってた。なるほどね。ファイトクラブ。じゃあ原価ただっすよね。ただっすよ。すっげえ儲かりません、それ。すっげえ儲かってんだそうなんだ、すごい。本当はね、俺がなんか、昔なんか、証券取引法違反で捕まったから、はい、大変なのよ、はい。東京証券取引所に上場する会社の株とか持ってると、はいはい、トレーが入ってるから上場させねえとか、嫌がらせを未だに受けてるわ。でもあれ、もう15年ぐらい経ってんだけど。なったんじゃないですか。なってない。なんかニュースで見たんですよ。15年ぐらい。まだあれ、めっちゃ嫌がらせをされてて。セルソースとか、俺だって、車は走ってんだからさ、ヨガよなら、それだけで100億くらい、まあいいんだけど。まだそんなのあるんですか。あるんだよ。まあいいんだけど、その、美容整形の原料。すごいよ。今度、エクソソームを配合したオールインワンジェルを出して、全身に塗れるエクソソーム。売れそうっすね。すごい。点滴はやっぱちょっとハードル高い。高いっす。高いじゃないですか。まあ、結構値段僕、ね、値段も高いし、結構今何十万、ワンクール60万とか。そうそうそう。月10万くらいか。はい。ジェルはもうちょっと安い。堀江さんすごい、もう全部ですね、全部やりますよ、全部です。でもなんかね、いろいろやりたいんです。なんでこんな天才なんですか。いろいろやりたいんですよ。いろいろやりたいんですよ。アパレルはこういうの、アパレルはされたことあるんですか。アパレルこれ僕の、あ、そうですよね。でも販売シャドブリアン売ってます。 EC で、 EC とお店で。シャドブリアン、このパーカーめっちゃいいんですよ。これでも生地すごい、これね、裏起毛なんですよ。本当だ、生地すごいいいです。そう、めっちゃあったかいです。え、確か堀江さんはどうやって管理されてる、どうやって管理してるんですか。事業管理してないよ。だからもうお金出したら任せお任せ。あ、ではなんか、いや、お金出すわけじゃないけど、こう大事なことだって。あ、だからこの餃子も、うん、俺が言ったのはとにかく餃子だけだと映えねえから、うん、なんか違うところ頑張ろうっていうのをやった。確かに大事です。見てきますね、うんうん、大事なところってどこなんですか。そのいっぱいあるじゃないので、うん、どこだけ見てるんですか。僕ですか、はい、金、あ、売り上げ、じゃなくてキャッシュフロー、あー、お金があれば絶対大丈夫。金がそこの会社にあるか、お金の入ってきたのと出るをどういう風にやっていくのかと、全部大事なんだけど、全部大事なんだけど、借金しすぎないけど、借金売るし、人の金を使わないと意味がない。
テコのゲーム知ってる、うんうん、シーソーみたいな、はいはい、レバレッジ売ってるそう、だからそう、テコの原理を使えないと意味ないから金はやっぱり借りなきゃいけない。でも100倍とか借りると自分の手持ちの危ないじゃん、うん、失敗したら全部飛んじゃうから、うん、一瞬で飛ぶから、だからまあ適正ぐらいに金を借りつつ毎月の利益がちゃんと上がるような、上がってるかどうかを見つつ、でも大事なのはキャッシュがちゃんとあるから。これ休みにする任せてると全部うまくいくの、その分多分うまくいくのといかないのが分かります。だいたいあんまり失敗はしないんだけど、うん、大してうまくいかないやつとめっちゃうまくいける。あそれってある程度やる前に予測んですか、ね、つかない、やってみて、こんなんつかないよ、全然わかんない。やるきっかけは何ですか、思いつき、思いつきだ、やっぱそうなんですね、うん、でもこれやりたいなって思ったって、そうロシアン餃子、ロシアン餃子、めちゃくちゃ辛い餃子が1個だけ入ってということで、はい、2個ずつ食べれば、2個ずついってます、はい、いただきます。でもやってみたいな、思いつきでやっぱり攻撃されるのがすごいですね。うん、全然これは大丈夫、すごい、うん、大丈夫だ、大丈夫大丈夫、うん、辛くないです、うん、大丈夫、多分大丈夫もう味が、うん、大丈夫、うん、美味しいです、うん、大丈夫、おこれ入ってないんじゃないの、うん、入ってます、これ大丈夫、あ、入ってる、うん、来たどんくらいレベルの辛さ、相当辛い、ね、世界で一番辛い唐辛子のレベルあるんで熱いです、入ってます、入ってます、入ってます、大丈夫ですか、大丈夫です、辛いの大丈夫ですか、あ大丈夫です、女子は大丈夫だって言う、女子の方が強いですよね、辛いのね何かやってみたいことか、でもやっぱり飲食店やってみたいですね、飲食店やってみたいな、飲食店めちゃくちゃ辛いんだよ、辛いね、めっちゃ辛いです、飲食店はやっぱ飲食店やりたいですよ、お金を儲けるっていう意味でやってる人は少ないですね、多分森さんもそうじゃないですか、もうちょっと余裕ができたら、うん、趣味みたいな感じですね、いやいやちょっと違う、うん、ブランドだよ、俺はブランドとしてやってるから、あ、はいはいはい、あそっか、ブランディングにもなるんですけど、でもじゃあブランド、ブランド、ブランドビジネス、ルイ・ヴィトンとかと一緒、はいはいはい、ルイ・ヴィトンみたいなビジネスを考えて、僕本当に無知なんだけど、飲食店そんな売り上げ利益って出ないよ、出るよ、出ますよ、いや、やる、や、あのやりようによって、全然全然、僕もハンバーガーやってるんですけど、本当ぐらいですよ、ハンバーガーやってる、渋谷、奥渋谷にあるんですよ、ハンバーガープリンスっていう、多分あんま宣伝してないんでみんな知らないんで、バーガープリンス、はい、知らないよ、多分全然知らない、何にも YouTube でも露出してない、何で言わない、僕はなんかすごいそのビジネス利益にあんま繋がんないって、なんだ飲食店って、まあ、持ってたら楽しいし嬉しいけど、え、なんかちゃんとして自分、そうなの、なんかなんす、いやすごい綺麗です、なんだ、キャビアと利益がすごい出るから何億も儲かるかって言ったら絶対儲かないじゃないですか、だからなんかそこに魅力を感じてないですか、多分現金主義なの、総合評価めっちゃいいじゃん、まあ、結構ちゃんとやった、4点のえ、いつか、いつかの評価2年前だった、そうですね、すごい、バーガーポリス系なの、そう、バーガーポリスさんからなんか教えてもらってやったって、ちゃんとしてんじゃん、タクボ系でしょ、だあ、そうそう、タクボさんがメニュー作ってくれました、すごいですよ、これでじゃあ何億もからったってないじゃないですか、うん、そこは堀さんどう考えてるんですか、結構リアルにちょっと、いや、ブランドだよ、ブランド、そこのお店にどうしても行きたいっていうふうに思えるかどうか、だってさ、別にさ、ルイ・ヴィトンのカバンがと同じものが中国の工場で、だって作れるの、同じ革作って、同じクオリティのものって作れるの。だけどさ、あんな値段で売れないじゃん。今、ルイ・ヴィトン、草間弥生とか言ってるけど、あの値段であれを売れないわけ。だけど、売れてるじゃん。でそれは、なんか知らないけど、ルイ・ヴィトン欲しい。昔は違うよ。昔は、ルイ・ヴィトンの子供だった。まあだからそういうこう革とかね、うん、そういうのの仕入れのルートとかがあって、昔はそれはさマフィアの世界だと、そうなんですよ、今はもう SNS 誰だって作れちゃう、グッチでもルイ・ヴィトンでも、うん、何でも同じもの作れちゃう、だから GU だって作れちゃう、GU だったら5000円で買えるのがルイ・ヴィトン10万円って買えちゃう、うん、でも 何が違いがあるか、クオリティに違いがあるかってないわ、分かんないです、そうですよね、で GU とかだと店舗数も多いし売り上げも大きいから有名なデザイナーに作らせたっていいわけです、でも身の蓋も世界なのもない世界なんで、それは別に飲食と一緒なんです、だからこうやって餃子も作ってると誰だって作れんのよ、餃子は、餃子を美味しく作ることなんて
って別に難しくないよ、全然、うん、普通にうまいよ。どれ以上のこだわりとか、逆に言うとお客さんの層を狭めちゃう、うん、あ、これすみません、水餃子、あ、エビ水餃子、これね、これもね、僕水餃子は本当にこれ美味しくて、彼のうまい、そのね、スープがうまい、うん、あ、いいですね。そう。なので、その、はい、何が言いたいかっていうと、ブランドをいかに作るか、うん、どうしてもこれを買いたいって思わせられるかどうかが大事で、でもそのためには、最初、売り上げゼロとか、そういうの確保しない、うん。うちの和牛マフィアのカツサンド屋さんが、一番高いカツサンドは、一箱5万5千円。だけど、コロナの前、最高売上が9坪で2200万円。やっとインバウンド回復してきて、元に戻りつつあるんだけど、やっぱどうしてもこれを、日本に来たらこれを食いたくて来ました。一番高いみたいなお感が、結構食う。すごいっすね。すごいですね。それこそコロナのあれが治って、めちゃくちゃこれから盛んになると思うんですけど、逆にどうやって世界に届けるの、こういうサービス。サービスというか、そういう店舗、うん、でも簡単に言うと、もうインスタティック完全に。日本語でやってもみんな検索してきますか、やっぱり。日本語じゃなくて、別に普通に写真はさ、パスタの写真なんかさ。いや、だから、うちのカツサンド屋さんなんか、本当にインスタしかやってない。インスタしかやってないけど、うん、これで来るよ。インバウンド多分これから本当すげえ戻るんで、こうやってほら外人が来てる写真をこうやってくれて、そしたらみんなこれを見とにかく来たい、カツサンドがすごい、うん、海外で食った和牛のカツサンドとクオリティ違う、普通に5000円とかで3000円とか5000円で食えんだけど、5万円って言ったらちょっとありがたみあるし、で俺は5万円のカツサンド食ったで、ね、って言うとこれね、インフルエンサーも大事なんだけど、インフルエンサー以上に金持ちの友達が大事、うん、いやフォロワー500人くらいしかいないインスタのアカウントでも、そいつが金持ちなんだよ、そいつのフォロワーはほとんど金持ちなんだよ、確かに、そいつらがそいつらにどやるわけ、俺日本に来て、和牛マフィアのカツサンド食ったぜって言ったら、どこでも行きたいってなるじゃん。だから来るし。フォロワーの数が必ずしも大事じゃないんだね。ね、質ってことだろうね。だからフォロワー500人でも影響力があるというか、金持ちのアカウントはすげえ大事です。デビッド・ベッカムも来るけど、ベッカムとかきっかけで最初来るんだけど、その後のその金持ちのアカウントが大事。つながり。連鎖してから。連鎖してるから。月に2000なの？月に、だから一番最高利益が月に2000、2019年の4月。そんだけ売り上げた利益も相当いきますよね。いや、だからほぼ利益。2200万売り上げて2000万利益、あ、2000万、もうそんな、そこまでいかない。1600万とか1500万とか。だから、奥行く。行きますね。そしたら全然儲かんなくないしね。儲かりますね。全然儲かるよ。ただ、高いっていうのがいいですよね。うん。だから、バーガーって難しいの。バーガー何ですか？やっぱさ、マクドナルドあるわけ。マクドナルドとあるじゃん。そこで世界に打って出るのは、やっぱり難しいと思う。さっきの今井浩二の踊るけどね。一応和牛マフィアバーガーってやってるけど、バーガーはね、ちょっとやりたい。やってるけど。どうですか、ブランド。ブランド。いや、今すぐ勉強になりました。なるほどね。飲食店もかんねえなと思ったけど、確かにそうか。そうかけば、そうですね。そうか、ブランドなんだよ。だから、もう、はっきり言って、俺は最終的に、それこそアパレルとか、ドリンク、酒とか、だってさ、ルイ・ヴィトンお酒売ってるの知ってるよ。シャンパンやってますもんね。そう、だから、ドン・ペリニオンもそうだし、ヘネシーもそうだし、だから、モエ・ヘネシー、ルイ・ヴィトンかな。で、めちゃくちゃ付加値をつけて、P3 とか、ね、ドン・ペリオン P3 とか、買えないわけですよ。そうやって価値を高めてる。一回価値高めたら、原価10ユーロのシャンパンが100万円かけるわけ。その商品トップラインっていうか、高いので P3 とかがあって、それをみんな買えないから、じゃあドンペリすごいなってなるわけですよね。まあ、最終的にみんな萌えの。でも、人とかもそうです。買えないから、余計欲しいです。そう。トップのブランドをどうやってこう痩せ我慢しながら作っていく。だからカツサンド屋も2200万売ってる2年前は売り上げ20万。それとその浜田氏。差し入れ用に買ってましたみたいな。
時代がやっぱ 3,4 ヶ月過ぎたもん、ね、あ、そっか、最初全く売れなかったわけ、最初は、うん、そう、出ないよね。一番安い一発サンドが1,500円だ。この時は一番高いのが2万円で、一番安いのが3,000円、1,500円のメンチカツ全部和牛なんです。だけど 3,4 ヶ月経った頃から外人に向けてセール始める。1年経ったらすげえ売り上げが来たけど、波の精神だから途中で諦めるよ。利益追っちゃうでしょ。利益追っちゃいますし、なんか20万とかだったらね。ポーク卵おにぎり屋さんをやってる、スパムと卵が一緒になってる、ポーク卵おにぎり屋さん原宿。うん、え、もうなんかすごい、いろいろやっちゃったじゃないですか、これ何もかもやったみたいな。なんかでも、俺らはなんかすごいいいなと思った。え、いいなと思ってやるってすごくないですか。そういうやつ、そういうやつです。美味しそうですね。え、美味しそうです。だからなんか、ポーク卵おにぎりっていうのは、沖縄ではさ、というかみんなが食べてる。ここね、ケータリングで結構みんな、はい、いいですね、確かに喜ばれますね。そう、差し入れとかにみんなやってんだ。あ、はい、もうちょっとそろそろお時間なので、デザートということで。何これ、デザート餃子、デザート餃子、このテープ餃子は美味しかった。美味しいでしょ。めちゃくちゃ美味しかった。全部美味しいです。これがデザート餃子。これがね、みんながなんか女子が喜ぶ、はい、僕卵握り屋さんも友達の音楽事務所の社長と一緒に共同経営。コロナはまだ開けてないから、そんな最初はお客さん来なくて、うん、やっと先月黒字化したの。原宿すごい人来るようになったから、まあ売り上げすごい上がるようになったんだけど、やっぱいいなと思ったのは、なんかアーティストなんて売れるのが奇跡みたいな、うん、1年に黒字化ってすごくねみたいな、逆にその感覚で言うとすごい。だから飲食をその感覚でやってるやついないと思うんだよ。確かに赤字を掘って掘ってっつってもさ、まあ、知れてますもんね。知れてんじゃん。場所代と人件費ぐらい、ね、そう、場所代と人費で売り上げがゼロかって言ったらさ、それなりに上がるわけですから、はい、だからまあせいぜい何十万円ぐらいなのを1年間掘ったところで何百万じゃん。何百万の赤字掘ってその後めっちゃ利益出るようになったら、それはそれでいい日じゃん。飲食店のやつらってそれがあんま、なるほどな。最初から上がんなかったらやべえって思うし、飲食店はそういう発想でやんないですもんね、うん、最初は痩せ我慢して高いイメージをつけた方がいい。なるほど、うん、確かに攻略法かもしれないですね。でもこれみんな安売りするじゃないですか、うん、価格競争するじゃないですか。そう、なるほど、意味わかんない、最初安くしちゃったらタックできないから、最後これ一軒目で、これうまい、うまいですよ。うまかった。僕一個食べましたけど、めちゃくちゃ。リンゴ、リンゴ。餃子って感じじゃないですよ。そうか、アイナさんは。おいしい。餃子って感じしない。美味しい、アップルパイだ。でしょ。はい。餃子アップル。美味しい系すごいいいと思う。高校生のとかも。そうなの。TikTok とか流れてるんですよ。全然安いし。レオンの感じ。すごい。次何やる？でも飲食店やってないです。カフェ。カフェは、でもそれこそ、カフェ単体っていうよりかは、自分のアパレルでそのスキンケアも試せるカフェだけっていうのはちょっと難しいのかな。難しいです。なのでちょっとそういうコンボみたいなカフェは難しい。できたらなと思って。どこで作る？いや、それはでも表参道とかいいなとか思うんです。やばい、ちょっとあれですよ。いろいろちょっとやばいです、ね、ちょっとあれなんですけど。もうちょっとこうシフトしないとやばい。重さはやばいなって思いました、ね、ちょっとやった方がいいですか。いや別になんか100回やって100回失敗することはないけど、100回やって98回ぐらい失敗する。あ、めっちゃやります。統合が多い。いやもうなんか本当にでもおっしゃる通り、だから多分捨てないけどできないんだけど、違うなとかやりたいとできるって違うと思う。今回学びは価格競争して戦わないで、やっぱちょっと痩せ我慢してもこの単価で利益率を上げながらブランドを作る。そうですね。飲食店は外人だ、 100% 外人、うん、あ、インバウンド取るってこれだから。ごぼうの塔の奥の人、はい、分かります。すげえ変な人だなと思ってた。で近寄らんとこうと思ったんだけど、ひょんなきっかけで新徳っていうお店に行ったの。銀座行ったことある？はい。ああいう業態としては非常にいいな。奥野さんすごいですね、行動力。本当に行動力ある人だなと思うんですよ。エネルギーがある。お店すごいです、ね、あのお店はすごいな。すごかったですね。和の本物が、はいはい、ドンってあるこだわってますか、奥野さん。それあれない。
俺ちょっと感動しちゃって、あ、それでちょっと、この人やばい人なのかなと思ってたけど、あの店に行って、こういう意味ではちゃんとしてんだって、なんか思った。本当に実業家ですね。ああいうのは、あり。ああいうこう世界観を、でね、自分の得意分野の世界観をゴリゴリに出していったほうがいい。美容に振りまくるとか、いやもうあの歌舞伎町でナンバーをやってましたみたいな、そういう店、うん、俺の友達がさ、ちょっと待ってください、それは歌舞伎町のナンバーワンでしたっていうのは、私もう引退して4年目になると、ちょっと出した方がいい、いやだからそれを出さないとやっぱりそこがすごいやっぱ気になるし、あ今でも最後に一番心に響くことを言ってもらいました。で、ね、そうでもね、俺すごいなと思ったの、俺すすきのでね、友達がたこ焼きやってんの、でもよく行くの、路面店なの、普通にテイクアウトでたこ焼き買えるんだ、カラオケができて、アルマンドとか、金魚の広さもそこのちょっとビジネスモデルちょっとパクってんだけど、確かにお金もあるし、そのアルマンドもあるし、そのね、コガボムもあるし、あのね、クライナーもあるしみたいな感じなんだけど、カラオケもある、カウンターで、カウンターでできる、カウンター10席ぐらいの店なんだけど、ニュークラの子とかも来るわけ、そのお店もそのビルにもあるし、でもアフターの子とか来る前とか普通に立ち寄るし、例えばだけど、なんかたこ焼きなんだ、たこ焼きなんだ、多分すげえ稼げてる、だ行くとなんかよくわかんないけど 2,30 万ぐらいなんか来られるもん、シャンパン入れてとか周年でとか誕生日でとかよくわかんないんだけどでもカラオケやって気持ちよくなってご飯食べたらすごい、でもそうですよね、寂しさできないっていうところで、なんかいやでもそれさ、やっぱそういう女の子がやってるそういうお店ってないじゃん、うん、中間みたいな、そうですね、よくわかんないけど、ないです、その同伴でも行けます、はい、ないです、だから同伴でも行ける元キャバ嬢がやってる飲み屋、あ例えばだけど、ってないでしょ、うん、ないと思う、ないそれ、ってよくない、いいと思う、だから差別化して、確かにそれ、ね、すごい意味できますよ、なんかこうなんか内装とかも含めてってことね、そうそうそう、そういう風に労働してるっていうの、うん、石を買いますよ、違うよ、石はうちね、まあ、楽天で総合サイを買います、おお、1位じゃないですか、いやこれ1位なんだけど、餃子ランキングで1位になったんだけど、総合で餃子とかも楽天のすべてのショップで3位になった、全商品で3位になったんだけど、まあ一応餃子はもちろん圧倒的1位なんだけど、売ってます、売ってます、あのぜひあの渋谷に来た時はぜひこの木村餃子、普通にあのよく取れるんで来て、で安いし450円だ、一番安い、え、いいですか、450円、だいたい500円前後、皿も全部オリシャンとか頼まなかったら別に客単価3、4000円ぐらいの3000円とかの店だから、別に誰だってくれる、これはいいんだけど、これどうしても来れない人、この餃子を、なるほど、餃子普通にうまいでしょ、もった、いや別にさ、でもまずい餃子作るのなかなか難しいんだよ逆に難しいけど、餃子はね、餃子売りにしてみせ、餃子な、なんなのって思うじゃん、でも俺はこの柚子胡椒がいいんですね、でもハムカツ言わなかったっすけどね、ハムカツは、いや、あれは本当知る人ぞ知るね、美味しかったね、あとこの麻婆もやしが光くん大絶賛、あとこれうまかった、デザート、これうまかった、デザート全部完食してんじゃん、めっちゃうまかった、すごい、女子か、餃子とは思えない、よかったです、新しい感じ、川澤さんありがとうございました、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました、ありがとうございました、面白かった、 OK、 よかった、ありがとうございました、じゃあ、はい、次の回で僕のゲストが待ってるんで、はい、行ってらっしゃい、堀江さんのゲスト気になります、いや、ここから堀江さんのチャンネルで、はい、ちょっと待ってね、誰か覚えてないんだよじゃあ行きましょう、行きましょう、イエーイ、動画も出てるし、動画も出てるし、ダンスに紹介した方がいいんじゃない、堀江貴文のブログでは言えない話。